で、これが結局そのお金を稼ぐ能力がないやつは社会に居場所がないよねっていう空気になってしまってるんですけど、まあそのなんか昭和の時代を美化して言うのもなんなんですけど、昔はその専業主婦って結構当たり前にいて、別に働いてない人っていうのが社会の中でいっぱいいたんですよ。で、その、なんか大学を卒業した後も、なんか書生みたいな、なんか謎の肩書きで、なんか何してんだかわかんないような人っていうのがちらほらいるっていうのも、割と社会の中で当たり前にいたんですよね。なんでそういう感じで、その何か仕事をしなくても、その大家族みたいな感じで、なんかまあ、波平が働いてるけど、別になんかマスオは実は働いてないみたいな、あんな感じで、まあ、でも家族としては別にそれでいいよねと。なんかサザエさんの家で行くと、まあサザエ働いてないじゃないですか。で、今の時代って、そのサザエは、もうその共働きが当たり前になってしまうので、そのサザエみたいな、別に子育てそんな頑張ってるわけじゃないけど、働いてもいないみたいな人っていうのが、まあ、なかなか今の時代居場所がなくなってるんですけど、ああいう人でも昔居場所がありましたよと。で、その大家族的な状況に戻す方が、まだその人の居場所だったりコミュニケーションが増えて、その今回の無敵の人みたいな事件を防ぐ可能性はあるんじゃないかなと思ったんですけど、